今そらくんが私のパソコンをいじってんですけど、いたずらしてんの。これほらお父さんのスピーカーでしょ、うん、そうだ、俺のスピーカーを紹介しようか。私のスピーカーですね。ちょっとそらくんそれ後ろにあるから出して、出してきたんですけど、この安っぽいですね、あのスピーカーを、しばらくの間使ってました。これなんでかというと、私のスピーカー壊れてしまって、しょうがなくて、そら君のノートパソコン用に Amazon で買った780円これを使ってたんですけど、あまりにも音が貧弱で我慢できなくてですね、昨日この、ウーハー付きっていうスピーカーをですね、カインズホーム行って買ってきました。これも買おうかな、これ。これ2980円だったんですけど、これがですね意外と音がいいですね。特にこの低音がですね、このウーハーがついてるんでめっちゃ音いいですね。俺も買おうかな、これ。え？君も欲しい、うん、買ったスピーカーは、これなんですけれども、今まであまり低音がしなかったんで、とにかく低音にこだわってこのウーハー付きのやつを買いました。で、これだよ。俺が、装着してみたらですね、本当に低音はガンガンなりますね。かけてみて。うん、かけてみて。ほら、すごいよね、これ。これ2980円の音とは思えないな、うん、最近私、お気に入りに登録したんですけど、なかなか今までのスピーカーだとですね、こういう音は全くしなかったです、ね、特に低音が結構いいですね。なかなかいい感じです、ね、じゃあ次のやつクリックして、これも私のお気に入りに入れてるんですけど、すぐめくってんな。これはヒップホップ系になるんですけどね、これ。おそらくよくヒップホップ聴いてるんで、私も聴くようになって、なんかだんだんこういう曲が好みになってきてしまいました。俺らのね、あれだよ。曲。重低音の曲。で、君のおすすめはこれ？おそらくのお気に入りはこれだそうです。お気に入りっていうか。え、もうおしまいなの。ね。ジャタロウがいるんです。これはタマちゃん用にお母さんが買ったやつなんですけれども、タマちゃん亡くなってしまったんで、ちょっと物置から出してここに置いたらですね、ジャタロウは入って、もうここがお気に入りになってしまいました。今まではちょっとうるさいんだけどそれ2階の洋服ダンスの中に寝てたんですけど、最近はここですね。うるせえよお前さっきからなんだよこれは。ファイナルファンタジー、セロフィス。何でセロフィス？セフィロス。セフィロス。ジャタロウ、暗いわ。ジャタロウ、この中の様子なんか豆電球鳥の毛じゃない？うん。で、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 はい、ピン、ポコポン。歌い歌いながら踊って。ほら、ひねりつぶしてやるわ。ひねりつぶしてやるぞ。ガオ。ガオ。はい、始まったよ。いけ。
何やる？穴がきたい？穴かけたい？何穴かけたいって？こうやるやつが穴かけたい。もう一回やって。穴かけたい。これから悪いそらじお父さんが退治する。撃つぞ。それかいいか。悪いものそれか。悪いものはそれか。えい。